人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな。危ねえぞ。なんだこの霧。ここはダメだ。引き返せ。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付けろ。いいぞ、浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。片代か、使えそうだ。なんだろこれ。ここはもういい。目的地に行くぞ。何に向かって吠えてるんだ。あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。おい、離れすぎだ。持って助けてやれ。霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せ。
ったよ。受話器を取れ、俺がつなぐ。何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置、あいつ、余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと。なら、渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。エドって人はどっか…知る気か。やめろ。これって何。今はいい、先を急げ。エドって人はどこか…何か使えるものがあるかもな。そこの2階だ。エドって人はどこかで生きてるのか。その予定だ。ここ、あんたの家？部屋の封印を解除してくれ。エドって人はどこかで生きてるのか？その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。中に何があるんだ。入ればわかるよ。なんだか。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん、消された人間は5万か10万、いや、もっとだ。なんだよそれ。まあ、何人消えようが俺には関係ないがな。ただ、このどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって。これってあんたの本？うん、
ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた、子供の頃。なんだよこれ。気に入ったか、持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあいろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。誰？仲間だ。え？だったと言うべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。これは俺が。確かに。お前が代わりにやってくれるか。やだよ。なんだこりゃ。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。結界だと？マンションごと押し潰す気か？結界を破る方法があるはずだ。探せ。の要だ。他にもあるはずだ。この階のどこかにさっきの石があるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってる。このように押し潰され。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ、ここはもう大丈夫だ。の石があるはずだ。探すぞ。って数分だ。急げ。どこに行けばいいんだ。よく調べる。何かあるはずだ。行き止まり？いや、上に行けそうだ。
なんだ。近いぞ。周囲をよくさ。ゆっくりしていけば。こいつが本体だぞ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。よかった。結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。誰かいる。違う、見たのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。これはさっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。汚れに囚われていた。こういう奴らも…そうだな。先に進もうぜ。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい。せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。